強作強作は座禅の時、修行者の刀医し背中を打つための棒を刺す。計画策例の略。相当集では強作、臨在集では計作と読む。長さは宗派によって異なるが、一般的に持ち手は円柱状で、先端に行くに従って扁平状となる。材質は多くが歌詞や栗。打つ側は強作を与える、打たれる側は、 共作をいただくという言い方をする。共作を与えるものを自家費、または自家道という。自家日、自家道は座禅中の禅道内を巡回し、修行者の座禅を点検する。この時、相当宗では共作を体の中央に立てて、臨在宗では右肩に担いで巡回する。相当宗においては座禅の姿勢が前鏡になっていないか、臨在宗においては、 崩壊定員の親指同士が離れていないかが、協作を与える一つの基準となっている。姿勢が前鏡になったり、崩壊定員の親指同士が離れたりするのは、座禅に集中できていない証拠だからである。禅道内で、協作は、文字菩薩の手の代わりであると考えられている。つまり、協作で打つという行為は、座禅修行が円滑に進むようにという。 文殊菩薩による励ましという意味を持つ。それゆえに直日、直道も、修行者も、両者ともが協作を、与える、いただく、前後に合唱提投し、お互いに、感謝の意を表す。相当衆では、全道の壁に向かって、座禅を組む。直日、直道は、協作で背後より一回につき右肩を一打する。左肩にはさがかかっているので打たない。 相当宗と違って、臨済宗では、禅道の壁を背にして、座禅を組む。また、相当宗では、裟をつけて座ることがあるが、臨済宗では、裟はつけず、落死をつけて、座禅をする関係から、作法が大きく違ってくる。臨済宗の作法としては、以下のようになる。また別の説明では、内容は、ほぼ同じであるが次のようになっている。全国にある、 数十の全道によって伝統があり、左右どちらからか、また夏冬の協作打数等も微妙に違っている。毎年夏休みなど長期休暇中に子供たちを対象とした子供座禅会が各地で開催されるが、その際に用いられる協作は普段修行者に用いられるものより軽い材質でできている。そのため打った時には大きな音が出るが、 痛さは警備である。市内と同じ。また、子供座禅会は、あくまでも座禅、体験であるので、いわゆる、希望策というシステムを取ることが多い。これは、あらかじめ、子供たちに、座禅中、心が落ち着かなくなったり、眠くなったりしたら手を合わせなさいなどと指導しておき、合唱した子供にだけ強策を与えるというものである。ただ、参加者が中学生。 高校生中心の場合は、一般修行者の座禅の場合と同じように、希望策ではなく、自家日、自家道の判断に基づく教作を与えることもある。今でこそ、座禅に、付き物とされている教作であるが、その歴史は浅い。総当州の階祖である、道元、臨済宗の階祖である英才の時代には、 用いられたという記録が残っていないことから、江戸時代になってから登場したと推測される。通常、教作は、禅道内で使用されるものだが、時として禅道から離れたところで用いられることがある。それが、罰作、罰刑である。運水が、その修行中に菊を破ってしまった際、文字通り、罰として、教作で打たれることを指す。違反の程度にもよるが、 連続して数十発撃たれることもある。もちろんこのような罰を受けた後は肩、背中が腫れ上がり、耳ずばれの痛みで数日間は背中を下にして眠れないという。ありがとうございます。